quiero aquí go. はい、皆さんおはようございます。今日は、サウナに行きます。ラジオストックから1時間ちょっとぐらいのところにあるところですね。前のビデオでも一度撮ったんですけども、はい、今日は家族と行きます。はい、40分ぐらい走りました。景色は結構日本みたいな感じですね。まあ、雪で結構綺麗な感じです。現在マイナス7度、そんなに寒くはない感じです。あと2、30分で着きます。はい、もうすぐ着きます。あと5分ぐらいですか。1時間20分ぐらい走りましたね。夏なら45分ぐらいで着くんですけども、今凍ってるんで道がゆっくり行ってます。はーい、着きました。こんな感じで、まあいろいろあるんですけども、キャンプできたり、はい、敷地内入ってきました。はい、森の中を走ってきました。で、私たちのサウナはありました。この正面のやつですね。見えますか？見えませんか？見えづらいですね。はい、来ました。はい、これが私たちのサウナです。お疲れ様です。はい、サウナ着きました。嬉しそうにしてます。ネズミちゃんと一緒ですね。はい、じゃあ行ってみましょうか。これはサウナのところの薪を入れるやつですね。夏はバーベキューもできちゃったり。あー、入れないか。ここに池があるんですけども、サウナだと飛び込めないな、これじゃ。はい、こんな感じですね。はい、結構いい感じです。こんな感じです。はい、じゃあサウナ見てみましょうか。はい、サウナはこんな感じです。はい、どうですか、気持ちいいですか？携帯じゅくってます。はい、こんな感じですね。ちょっとだけ入れてみましょうか。いいですね、やっぱりサウナは時々来てリラックスしてって感じで。はい、これを水にまず浸して、で、まあ、途中でサウナの途中でパタパタめっちゃバママーってやる感じですね。ちょっとやってみましょうか。はい、これを、まあ、ここに入れて、で水に浸して
やります。はい、今から叩いてもらいます。すげえな、すげえな、全然ね。自分で薪を入れていきます。こう火が弱くなってきたら開けて、こう入れて、こんな感じですね。はい、気持ちいいです。はい、薪がなくなってしまったので、ちょっと外まで取ってきます。あー、気持ちいい。いや、湯気出てますから、だから。溶けそうになった。はい、ここから持ってきます、一個。気持ちいい。すごい、湯気すごい。入れてきます。もう一つ入れちゃおうか。もう一つ入れます。いい、はい、2時間あっという間ですね。で、3時間一応借りてます。3時間借りてて、1時間1000ルーブル、今のレートでいくと1時間2000円弱ですか。何人で来ても本当にいいので、ここは、まあ、6人7人ぐらいまで行けますので、みんなで割り勘すればめっちゃ安いですね。はい、まあ、ロシア人は誕生日とか誕生日会とかで使ったりしてる人もいると思いますね。はい、3時間経ちました。あー、めっちゃ気持ちよかったわ。はい、本当ならサウナのとここに池があって飛び込むんですけど、凍っちゃってますね。はい、ということでサウナでした。チャンネル登録お願いします。